教えてください。この世に生きとし生けるものの全ての命に限りがあるのならば、海は死にますか、山は死にますか、風はどうですか、空もそうですか、教えて。私は時折苦しみについて考えます。誰もが等しく抱いた悲しみについて、生きる苦しみと老いてゆく悲しみと、病の苦しみと死にゆく悲しみと、今の自分と、答えてください。この世のありとあらゆるもののすべての命に約束があるのなら、春は死にますか、秋は死にますか、夏が去るよ、心は死にますか。
私の大切なふるさともみんな言って「しまいますか」